オパンボブは、ブブトレインジムとの互換性を持ったパソコン用鉄道、運転シミュレーションゲームのフリーウェアである。オパンボブは、ソースコードが公開され、誰もが機能の追加、修正をできるようになっている。ブブトレインジムとは異なりダークテックスの代わりに、オパングル、オプオネル、SDL が使用されており、Windows、Macintosh、Linux の各 OS に対応している。 ブブ2.4とはほぼ互換性があり、ブブ2.4向け路線は、オパンボブで、ほぼ運転できる。逆に、オパンボブ独自の機能を使用した路線は、ブブ2.4では運転できない。オパンボブでは、ブブトレインジムにはない機能が実装されている。バージョン1.8、0.2で実装されている、独自機能は次の通り。2012年5月7日に、 当時の開発者であるミシェルの公式サイト上で開発中止が発表され、オパンボブはバージョン1.4、1.2をもって公式サイトが閉鎖されたが、その後開発チームの一人だったオドクファンなどがウェブサイトでソースコードやソフトウェアなどを公開しており、オドクファンの公式サイトではバージョン1.4、2.4、3が配布されていた。 1.4、1.2との違いは、アドオンのダウンロード機能が廃止されていることだけである。その後有志の手により、開発プロジェクトが再開され、現在の最新バージョンは1.8、0.2となっている。ATO プラグインによるものではないため、ATO 非搭載車などでもほとんどの車両で、自動運転ができるブブ5で、他列車機能として実装された。ただし、ブブ5とは、 機能が若干異なる。ありがとうございます。